はい、今日もねお祭りに来てますということで、昨日はね江原神社っていう方に行ってきたんですけど、今日は品川神社、あの上ですね、見えるかな、品川神社ですね。あそこシンゴジラで、あのここら辺のね住民が逃げ込む場所になってましたけど、そのところにね上の方まで、境内ね上なんで上まで登っていこうかなと思います。はい、今階段を登ってきました。結構ね上にお店がいっぱい出てますね。こっち来るの初めてだったんですけど、めんどくさくてね上がってなかったんですけど、お祭りっていう感じしますね。でここにおみくじがあるのでおみくじ引こうかなと思います。はい、200円ということなので100円で、6月の28日6月これかな、6月28日じゃあこれ開けたいと思います。なるほどなるほど、よくわかんない、よくわかりません。まあ後でゆっくり見ます。お参りの列だいぶ並んでますね。結構ね境内広いんですよね。あそこで神楽もなんかやるところがあったりとかしますけど、やった後なのかこれからやるのかちょっとわかんないですけど、隣でね笛吹いて太鼓叩いてる人いますね。すごい鳥居さん、上肌気をつけてよ、ちょっと外れて。品川、東海道品川宿サイダーというサイダーを買ってみました。ということでいただきます。いただきます。あ、喉乾いてたね、ちょうどいい。はい、みたらし団子一本だけね別に分けてもらいました。ということでいただきます。いただきます。うん、焼きたてめちゃくちゃ美味しい。ちょっと自分で持ってつけちゃいそう。塩気がねちょうどいい、醤油が結構効いてて、うん、最高。